皆さんこんにちは。新人編集ピラの〇〇のここが分かりません。本日はスタイリスト吉村由紀さんと GU プレスルームにお邪魔しております。吉村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今期のポイントって何なんですかね。はい、ちょっと後ろにもちらっと映っているんですけれども、色のあるタートルとかをレイヤードしたり、あとショート丈のアイテムも数多く揃っているので、こう下からシャツを覗かせたりして、そういうレイヤードも楽しめるかなと、おすすめです。ではこれから見ていきたいと思います。はい、今年はフェイクレザーのスカートも人気なので、下半身はフェザーヤーンの柔らかい素材のカーディガンを合わせて楽しんでます。そこに真っ白いスウェット、裏起毛なんですけれども、こちらを合わせて抜け感を出しています。これふわふわですね。そうなんですよ、フェザーヤーンというカーディガンなんですけれども、そういうちょっと柔らかい表情があるので、ちょっとボトムをそういう固めの素材でもちょっとフェミニンさが出るかなと合わせてます。このボトムがフェイクレザーなんですもんね。そうなんですよ、やっぱり今ねフェイクレザーボトム人気なので、取り入れてみるのも今年っぽいかなと思います。これスリットかと思って、こうなってて会社とか着ていけそう、動きが出ていいですよね、そこのスリットがあることでね。なんかこうピタッとしちゃってるのかと思いきや歩きやすいですね。足さばきがいいスカートですよね。レザーもちょっと柔らかい感じじゃないですか。柔らかいです。ブーツがすっごい柔らかいんですよ。自由さんの、そうフェイクレザーのブーツはすごくどれも履きやすくて、私も1点買いました。最近首元に大ぶりなシルバーアイテムを合わせてシャレ感を出すっていうのもポイントですね。今回この鮮やかなオレンジ色のニットを中心に組んでいるんですけれども、オレンジ色のニットは1枚で着ても十分可愛いんですが、こういうシャツとのレイヤードも今っぽいコーディネートになります。白いパンツと白いブーツ、色を合わせることで抜け感が出るコーディネートに仕上げてます。発色がいいですね。ね、色鮮やかで綺麗ですよね。可愛い。本当今回は白をベースの中に色を差してるんですけれども、例えば他にも黒いコーディネートの中に色を差したりとか、差し色としてオレンジは人気ですね。なるほど、調節できるんですね。見えますかね、ここで。なので自分の身長に合わせて調整してもらえればいいかなと思います。このコーディネートは本当に綺麗な裾がダブルのパンツ中心に組んでいるんですけれども、私も履いてみたんですが、とにかくもう美脚効果抜群ですね。メンズライクなボトムに仕上げているので、上を可愛らしいピンクのフェザーヤーのカーディを持ってきています。この色このお値段で買えるのは嬉しいですね。なんかこうやっぱ挑戦したいっていう気持ちと、どうしようっていう気持ちが入り混じるので、色物の色が全部綺麗で、ね、そうなんですよ。最近カーディガンをもちろん開けて着るのもいいと思うんですけれども、こうやってボタンを閉じて着るのも最近人気ですね。この辺も GU さんで揃っちゃうんですね。そうなんですよ、もうブレスレットは2つセットで販売されてますね。あと何よりもベルトですよ。私ちょっとこう垂らす感じのベルトが人気なんですね。でぜひアクセントとして使うのもおすすめです。私このパンツは絶対に買います。私も欲しいです。めちゃめちゃ綺麗。これ本誌でも吉村さんが着用されて、本当に実証済みですね。もう一押しな。なんか2タック入ってることで太もも周りとかがすごく綺麗なんですよね。2タック入ってるんですね。それで足が綺麗に見えるんですね。うん、センタープレスも効いて、はい、とっても履きやすい。職場にもガンガン履いていきたいアイテムですね。お仕事にもぴったりなデザインです。裾がダブルのパンツで結構マニッシュなコーディネートなので、足元にポインテッドトゥーを持ってくることで、よりフェミニンさ、そしてこうちょっと足長効果も出してます。今回キルティングのアウターを主役にコーディネートを組んでみました。ショートパンツを使ってみたんですけれども、下半身を同系色にまとめることですごく大人っぽく仕上げることができます。このアウター、ここ取り外せるんですよね。そうなんですよ、外してベストとして使えることができますね。ベストとして着てもいいですし、コートの下にインナーベストとして着てもいいアイテムになります。ショートパンツ、やっぱり気分ですよね。大人も履けるショートパンツのポイントとして、やっぱりそういうセンタースチームが入っていたり、ちょっとしたデザインで子供っぽく見えずに着こなすことができます。このショートパンツとロングブーツの合わせが今年感があって気持ちが高まります。今年またロングブーツもすごく人気なので、ぜひ取り入れたいアイテムですよね。袖が取れました。袖を取るとまたベストとして印象が違って見えますよね。
コートの下に着てあげてもいいアイテムになります。あったかさも増しますし、こう一個挟むことでおしゃれ度もグッと上がりますね。もう今年はとにかくレイヤードがおすすめなので、そのアイテムとしてすごく活用できますね。今回フーディーポンチョを軸にコーディネートを組んでみました。このフーディーポンチョ、フェイクレザーのパイピングがすごく効いていて大人っぽいなっていうのもポイントです。中にメンズのあのデニムのシャツがちょうど程よく太ももが隠れる長さで、スキニーパンツなどに合わせてバランスが取りやすいアイテムとなります。足元なんですけれども、黒いスキニーにこういう風に黒でブーツつなげてあげると足長効果も出てバランスが取りやすいです。ここがですか、レザー、フェイクレザーのパイピングになってるんですね。そこがすごく効いていて、他の黒いアイテムと合わせやすいですね、リンクさせて、うん、いやこのレイヤード自分じゃできないけどすごく可愛い。色のバランスとかもそんなにこう難しい色の組み合わせはしてないので、皆さん取り入れやすいかと思います。私すっごくスキニーが苦手なんですよ。でもこう上にこれだけ重ねて隠してくれるとすごく着やすいです。着痩せのポイントの一つとして、上半身にボリュームを持ってきているので、下半身をこうすっきりまとめてあげると着痩せ効果につながりますね。なるほどです。吉村さんありがとうございます。すごく可愛いコーディネートでした。嬉しいです。今期のテーマは色とレイヤードですね。もうまさしくその2点を取り入れてさえいただければ、今年らしいコーディネートが仕上がると思います。早速今日は買って帰りたいと思います。はい、次回は吉村さんに2つのアイテムの着回しをご紹介いただきます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。